本日はザ・フーパーズのサードシングル「ゴーゴーダンスが止まらない」のミュージックビデオ撮影です。やった。いやついにあの本当セカンドの雨を追いかけてから結構こう期間が短くて結構みんなこうダンスとかももう一生懸命入れ込んできたのでちょっと今日はその成果が出せればいいななんて思うんですけど、ステージの方もねなんかピカピカのライトがたくさん使われるそうなんでちょっとかっこよく撮ってもらおうかななんて思ってます。今回白なんですけど、未来がずっとね本当にもうファーストの時からもう本当にずっと白い白が着たかったんですって多分言うと思うんで、あの言うと思うんですよ。だから楽しみにしててください。あーもう一回お願いします。ありがとうございます。新衣装なんですけど自分の好きな白一色でめっちゃこういうの着たかったんで超嬉しいです。かっこよくないですか。で今回のゴーゴーダンスは止まらないはファーストの愛し恋しき未恋しに比べよりかっこよさが増し、雨を追いかけてに比べすごいセクシーさが増してるんで、また多分新しいフーパーズが見れるんじゃないかなって思います。はるきです。今日はサードシングルのゴーゴーダンスが止まらないの、PV を撮っているわけですが、なんか今回結構フーパーズとして初めてやることが多くてですね、今もあの他のメンバーがグリーンバックっていうあの CG を使うあのやつで撮ってるんですけど、それも初めてだし、また新しいフーパーズの爽やかなかっこよさが、夏らしいかっこいい爽やかさが見せられるんじゃないかなっていうのが PV に関しても楽しみなので、ぜひぜひお見逃しなく。ゆうひは多分ヒールが一番高いと思います。結構初めてこんな高いヒールで踊ってるんですけど、足もね結構カツカツなる感じで、ダンスも、まあ、こんな感じのダンスとかが本当にみんなもこう一緒に踊って踊れるような曲になってるので、あの振り付けとかにもぜひ注目してもらって、まあ、見てほしいですね。ラジオマさんが転んだ、ゼロさん転んだ、テレマさんが転んだ、ちょっと先に出る、かっこいい、かっこいい、よかった、よかった、全員確保しました。お願いします。いつもなんですけど、昨日も全然寝れなくて、前日ダンスもいっぱいリハーサルしたんですけど、なんかもうずっとゴーゴーダンスが流れてて、もうああしようああしようって本当考えながら今日も来ました。自分は生まれてなかったんで分かんないんだけど、でもちょっとお母さんとかにゴーゴーダンスのことちょっと教えてもらって、ふぅみたいな感じでちょっと練習してきたんで、いっぱい見てください。あれちょっと待って、難しいね。これが足上がればすごい。なんか難しいから勉強もらってるから。前に行くとできないみたいな。逆だと分かるわけ。ゴーゴーダンスって昔からあるみたいで、なんかそれをこう取り入れた曲になっていて。ね、なんかこの夏流行らせていきたいなと思ってるんですけど、よかったら皆さん一緒にゴーゴーダンスしてください。はい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 、ナイスなポジティブなマッシュマッシュ、あ、ダメ、あ、今回は衣装が白いんですよ。全員白でサタデーナイトフィーバーみたいなディスコみたいな感じなんですけど、瑞希個人で言うと今まで結構かっちりした服が多かったんですけど、今回ちょっとこんなループタイとかなんか V ネックとか着ちゃってちょっとチャラい感じです。ですけど
気に入ってます。どうも、はい、いい感じです。スーパーズ専属ヘアメイク、あれがミラーボール、かっこいいね。ストライク、バッターアウト。え？イエ。え？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 笑いすぎだって。笑いすぎ、笑いすぎ。めっちゃニコニコして。オッケー。喜んでる。すごい。お似合い。ふざけるな。潰してやる。ちょっと待って、ちょっと待って、笑っちゃってね。違う、本当にした。本当にチューしたぞ。いやー、まさかガチチューされるなんて思って。ちょっと柔らかすぎてびっくりしました。カリン島がカリンとうまい、うまし。ダンス取ったらもうね、終盤にかかってる。ラストスパート、ラストスパート、ラストスパート、マジでも髪型はめっちゃ綺麗なまま、そう、崩れないでね、さすがです。振り付けのポイントはやっぱりあのゴーパラダイスっていうところでの決め、この指の形でゴーパラダイスって決めてもらえたら、みんなと息の合うまた会場になるんじゃないかなと思いますので、はい、これもやってほしいね。そうだね、こういう簡単な振りとかね、これはこうです、これ親指小指と2本、ね、ぜひぜひこういう簡単な振りも真似してみてね。お願いします。みんなもちょっとこれをね、習得していただいて、はい、やってください。踊りましょう。ありがとうございました。ありがとうございました。ということで以上、俺たちがグーパーズでした。